このカジノの問題でも、そして統一教会の問題でも、維新政治の奇弁っていうのがあらわになっているんじゃないかなと思います。自分たちが住民投票をしたい都構想の時は、1回否決されても2回目、税金多額につぎ込んで、この中の中でも無理やりでも住民投票を行う、究極の民主主義だと言って住民投票を行う。けれども、今回、府民の皆さんが署名を集めて、私たちの声をしっかり聞けと言って、きちんと手続きを取って、この署名をした行ったにもかかわらず、こんなものは行わない、住民投票は行わない、そして皆さんに愛もしないじゃないですか。やめろよ、吉村、そんなんだったらやめろ。多くの人たちの気持ちですよ。府民の声を聞かないんだったら、私たちの署名に向き合わないんだったら、ここに集まった人たちに向き合わないんだったら、お前やめろ。それが皆さんの思いだと思っています。このようにこのカジノの問題、維新政治の起源、これをしっかり表せていると思うんです。どんどん私たちこの運動を追求し、この運動を通じて維新政治の奇弁を、過ちを追求していきたいと思っています。今日府議会で野々上さんをはじめ、いろんな方々踏ん張ってくださると思います。自民党の皆さんも、カジノをね、この住民投票するべきだという立場になりました。もちろんその外国人のね、参政権の外国籍の人たちも投票するというところにはケチをつけているところは問題なんですけれども、けれども少しずつ変わってきている。もっと今日ここで私たち一緒に座り込んで、きちんと私たちの声を聞け、住民投票を行えっていう声を一緒に上げていきたいと思っています。どうか皆さんここにですね、お茶も用意してます。そして首に巻くタオルもありますので、皆さん、倒れないようにこの時間一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。大椿優子でした。ありがとうございました。本当に吉村やめろ、そういうふうに思いますね。じゃあ、すいません、もうあと残りですね、15分ちょっと過ぎくらいまでになりますので、2分程度でお願いをします。東淀川から来ました岡本と言います。まず今日が議決される見込みだというような報道が出たとき、本当にふざけんなと思いました。この21万という署名の数、これがどれだけすごいことなのかっていうのを議会全く分かってないと思います。皆さんが街頭とか、あるいはその自宅を一軒一軒訪問していったりとか、知り合いの方に声かけたりして21万の署名集める、僕も街頭で商店街とかいろんな場所で集めました。そんな見知らぬ人が署名書いてくれとか言って、普通書いてくれないんですよ。住所と生年月日と、あと名前と、そんなめちゃめちゃ重い21万筆という署名、これをたった1日の議決で終わらせてしまうのかっていうのは、本当にめちゃめちゃムカついてます。僕、署名活動の中でその反対してくるおっちゃんがいたんです。人生はギャンブルやって言ってくるおっちゃん、そのおっちゃん話聞いてみたら、自分はそのお金、年金が入ってくるまでそのパチンコを我慢してたら、そのパチンコ行ったら全部使うてまうから、その生活費分置いとくようにめちゃ行くのこらえてるんやって、パチンコですらそういう感じなのに、それを大阪府が建てるってどないなっとるんやって、おかしいやろって思うんです。そういう人たちに対してちゃんと手を差し伸べる、そういう人たちの生きててよかったと思える社会、そういう社会作るのが大阪府のであり、自治体の仕事やと思うんです。これを置いて、ごめんなさい、だから、要は住民投票をこれ通さないと、もう府議会どうなるか分かってんのかって言いたいです。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあすいませんけど、本当に2分でお願いをします。できたら1分30秒くらいになるかもしれません。大阪狭山市からやってきました。大阪狭山市では毎日、今もビラ撒きをしています。昨日は金剛駅前、おとついは公民館前、その前はこの宮前ということで、
これまで街頭署名してきたところで毎日ビラ撒きを続けています。そしたらいろんな人がいっぱい話しかけてくれて、もう昨日ももう30分ぐらいずっと話してくれる人がいました。いっぱい出会いがあって楽しくて楽しくて本当に仕方ないのがこの署名活動の署名活動およびビラ撒きの時間でした。絶対この流れはもうずっとずっと大きくなってきます。そして昨日、大阪府議の鈴木健議員の方に電話したところ、最初あ秘書の方がおられますよっていうことだったんだけど、自分の立場を言うと出かけられましたに変わりました。卑怯やな、維新の議員吉村みんな卑怯やで。こんな卑怯なやり方でやって誰が納得すんねん。ね、そんなやり方では絶対通用せん。あ、ちゃんとしたきちっと正々堂々とやろうや。どうもありがとうございました。続けていきます。豊中です。豊中は7月25日4日前に、豊中市議会から大阪府議会に対して住民投票を行えという意見書を採択することができました。で、当初市議会のメンバーを見てると維新や公明が多いのでとても無理かなというふうにも思っていたんですけれども、当日傍聴に20人ぐらいで押し寄せましたが、無所属の方や市民フォーラム共産党の方、自民党の方もいろいろ意見表明をしてくださいました。そして反対討論で維新が言ったことはなぜこのタイミングなのかというその一点しか言わなかったです。中身については一切触れることができず、ここまで審査が進んでるこのタイミングでなぜという、そんなしょうもない意見ばっかりでした。そして採決になったとき、当日の議員数は32位だったんですが、そのうちの1名議長が維新で、維新だったんですが32人中16人が賛成をして15人が反対をしたのでわずか1票差でしたけれども、ともかく採決することができました。やったねと思いました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。本当にやったぜと思って、西澤先生今日ちょっとこちらの方には来られておりませんが、隣の井上さんという方と手を握ったと井上さんには聞きました。そのくらい嬉しかった。はい、どうぞ。大阪市生野区からやってきました長崎由美子です。大椿優子さんと一緒に社民党の活動をしています。一言、生野区からの住民の声、生野区2187票でしたかね、集めたんですけれども、その中にも、採択されなかった多くの在日外国人、特にとりわけ在日コリアンの人たちの署名がたくさんあったことを訴えたいと思います。その人たちの声も含めてぜひ受け止めてほしい。毎週火曜日に私はもう10年この区長の前で朝鮮学校の補助金復活を求めて立ってきました。全国に先駆けて朝鮮学校の補助金を支給し、障害者が地域で暮らしていくことを取り組んできたかつての人権の大阪の誇りを取り戻すためにも今回の住民投票採決してください。お願いします。どうもありがとうございます。この運動に取り組まれた方、本当に受任者になれないし署名も一筆に数えられないけれども、事務所に詰めてボランティアスタッフとして動いてくれた在日コリアの皆さんたくさんおられました。何が万博だと、人権も守れないところで何が万博だと言いたいですね。はい、どうぞ。大阪住吉区の住人です。今、コロナが流行ってるんですけども、大阪府は全国うちの市役所を出します。ね、マスクしてください。大阪市はコロナの死者数では全国一なんですね。私も知事よくあなた方は結果、政治は結果責任だと言ってますけども、この結果に対してまず責任を取ってください。そして今この住民投票の住民の意思、21万人の大阪府民の声をもし仮に無視してこの
カジノを強行採択するならば、その時その結果はあなた方が取ります。取らないといけないんですよ。結果あなた方の試算ではね、年間1000億円もの黒字が大阪の財政を潤すとかなんかを言ってますけども、その試算は全くのデタラメですよ。これは多くの専門家が言っています。そしてまともな議論が大阪府議会ではなされていないんですよ。皆さん、大阪府議会の皆さん、一人一人に私も聞きたい。もしこの試算が間違っていたら、あなたは将来どういう責任を取るんですか。20年後、30年後の我々の子孫に対してどう責任を取るかをはっきり明示してください。取れなければ私は絶対に納得できない。皆さん、大阪府議会の皆さん、どうか自らの政治をこのような重要な政治決定をするのには、みんなどういう形で将来責任を取るかをはっきりと明言してください。そして次の選挙に出るときには、その立場について自分はどういう立場を取ったか、それを明言してください。以上です、はい、ありがとうございました。そろそろ15分くらいを目処にしたいというぐらいに思いますので、暑いですし終わっていきたいと思うんですけれども、まだ皆さんたくさん喋りたいことがある方申し訳ございません。ちょっとここで皆さんちょっと聞こえてますかね。本日意見陳述をされる方でここに来られている方はちょっと前に出てきてください。意見陳述をされる方6人の方、まだ全部は揃ってませんかね。はい、ちょっと慌ててで、こっちへピッタッといてください、はい、じゃあ意見陳述、皆さんこれからの意見陳述に6名の方に僕も含めてですけれども入っていただきます。意気込みを簡単にお願いします。じゃあ平方の高松と言います。その6人の中の1人として本当に今ドキドキなんですけど、これだけの皆さん のこの意気込みで集め切ったこの直接請求書面21万筆、これの一人一人の思いをしっかりと訴えていきたいなと思っています。ぜひ皆さん応援お願いします。皆様お疲れ様です。堺区の山口美和子と申します。本日皆様の思いを、問いまして、また私父も弟もギャンブル依存症です。で今、訪問看護の精神の専門で、事業を立ち上げましたけれども、今ギャンブル依存の患者さんで溢れております。看護婦は常に不足してます。今朝も私2件訪問がありましたんで、ちょっと10時から参加することができませんでしたけれども、本日吉村に本当にしんどい現場の声を届けたいと思います。先ほど泣いてギャンブルで、子供さんを亡くしたとリスペクトしていた若いお嬢さんいらっしゃったじゃないですか。そういう方も今後一緒に活動していけたらと本当に希望を持ちました。皆さん、本日は応援の方よろしくお願いします。暑い中お疲れ様です。その他来ておられませんか。今日の意見陳述される方、今日はですね、この他にですね、豊中市の海の上さん、それから四条縄手市の山本さん、それから高槻市の加納さん、そして、私山川ということで6人が意見陳述をします。30分しかありません。本当にひどい話だと思う。何なんだと。それに対しては今日こちらの方のビラまだ受け取っておられない方、朝まいたチラシに抗議書に詳しいこと書いてありますので、ぜひ今日しか使えないチラシです。持って帰ってください。でこちらの方に QR コードで今日の議会の視聴ができるっていうのがありますから、これ皆さん一回写し取っていただいて SNS でバンバン拡散してほしい、そういうふうに思います。私も、意見陳述しますが、一番冒頭はですね、吉村さんやっと会えましたね、そこから始めたいと思っています。あなたは僕たちに話を聞くと言ったのに、どうして会わないんですか、どうしてですか、そこから始めてやっていきたいと思います。
ぜひ皆さん、21万筆のそれからそれの後ろにあるもっともっと多くの人たち、大阪府民のですね、声を届けるために陳述人一同頑張っていきますので、よろしくお願いします。それではですね、最後大阪府庁舎の方に向かって、まあこのコロナの非常事態下ということも言われておりますのでね、一回だけ声を上げたいと思います。向こうの議場の方って言っても目の前壁だけど、そっちへ向けて住民投票条例を可決せよ、それでいきたいと思います。そして住民投票条例実現、この2つですね、いきます。住民投票条例を可決せよ、住民投票条例実現、21万府民の声を聞け。はい、ありがとうございました。そうしましたら、非常に暑かったので、皆さん給水などをされて、そして12時半から傍聴券の配布ということが大阪城公園側正面玄関で行われます。お願いします。でこの場は一度これで撤収しますので、たくさん荷物あります、皆さんお片付けの方も手伝ってください。